ポケモン超不思議のダンジョン、ちょっと間が空いてしまいましたけど、やっていきましょうね。続きから。さて、今日はどっからスタートなんだろう。前回はミルホク教頭先生に合体技みたいなやつをね、教えてもらったんですけど、次の朝、この始まり方多いね。起きた。今日もまた小学校行くのかな。寝てるよ、この花。おはようピカリン、気持ちのいい朝だど。今日も元気に学校を楽しむんだど。あ、じゃあ行きましょうか。小学校、小学校なのかよくわかんないけど。あー、またまだ喧嘩してるんですねまた一人で小学校か。ああ、あ、これできるようになったかな。おい、そこの子供、ルチャブル。お前は子供だろ、見ればわかる。俺は良い子に技を思い出させるのを趣味にしてるんだが、とぅー、まだ、これダメっぽいね。あららららら。まあ、今はね、ちょっと用がないかな。わかったわかった。なんか今回も授業っぽいね。皆さん、保健体育の時間ですよ、多分ね。あ、今回は新しいですね。いつもカモネギ先生だったんだけど、今日は進化について勉強しましょう。進化って、もしかしてエッチな、エッチな進化って何、本当に何言ってんだこいつは。何言ってるんだお前、全然違うぞ。進化ってのはでかくなるんだ。俺はでかくなりたいぜ。でかくなるだけじゃないでしょ。まあ大体合ってますかね。ピカチュウさ、ライチュウになっちゃうと可愛くないんだよね。へえ、大きくなるんだ。でも体が大きくなるだけじゃなく、他にもいろいろな変化が起こります。なんとなく大人に近づいていくという意味では、リオルが考えていたこともあながち間違ってないのね。あ、そうなのね。どんなことを考えていたのかしら。進化ってなんだろうね。そして進化にはサラ、あ、何、あなた誰、こちらスボミーは来なかったでしょうか。あ、これ親御さんだね、スボミーの。え、スボミーっていう子、いや、通ってないから小学校に。スボミーちゃんが学校に上がるのは確か来年からですよね。そうだよね。あー、どうしよう、どうしたんだろう。近所を探したけどどこにもいなくて。え、スボミーがいなくなっちゃったの。やっぱり保安課に相談した方がいいかしら。そうした方がいいね、多分。授業中ごめんなさい。倒れちゃった、大丈夫。そんなわざとらしく。大丈夫、ロゼリア。ええ、最近めまいがして。とりあえず保健室で休みましょう。こう、多分ね、先生は保健の先生なんだけど、もともとはお医者さんなんでね、もうバッチグーでしょ。スボミーどうしたんだろう。確かにね、ちょっと気になるけどね。まあ、しきじかちゃんは優しいからそう言うけどさ、ちょっといなくなっただけなのに大げさすぎだと思うぜ。何言ってるの。あんなちっちゃい子いなくなったら心配するのは当たり前でしょ。カンカンだよ、しきじかちゃん喜んでる、ヤンチャム。確かに心配だよね。僕もね、中学校の時に飼ってる犬がですね、逃げちゃいまして、そう、学校にいる間すごく心配だったけど、家に帰ったら普通にいました。懐かしいなぁ。柴犬の雑誌を飼っていたんですけどね、もうな、死んじゃったんだけどね、もう。つぼみって確かあの時ってどの時だろう。あ、こいつかロゼリアんとこのつぼみじゃな。蜂蜜作りの時期が来たのじゃよ。なるほどね。あー、じゃあこっち行っちゃったんだ。スピアやミツハニーといったポケモンが一斉に蜂蜜を作る。なるほど。そこ行っちゃダメだって言われてたんだけど、行っちゃったんだね。ただ蜂蜜作りの間はみんな気が立っているからとっても危険なんじゃ。特にお主のような幼子はの。なので今の時期はカロン草原には決して行ってはならぬぞ。いやー、やっぱちょっと蜂蜜を舐めてみたくなったのかな。だろうね、きっと。うん、ピカリン、どうしたの。助けに行くんだよね。え、スボミーがどこに行ったかわかるかもしれないって。甘露草原に行ったの、蜂蜜を取りに。
甘露草原は確か蜂蜜作りが始まっているはず。ニャスパー詳しい。行ったとしたらかなり危険ね。ははは。何笑ってんだお前。みんな何信じてるんだよ。こいつ昨日嘘ついたばかりじゃないか。あれ嘘ついたっけピカチュウ。え、なんか嘘つきましたっけ僕。あんな豪快な嘘をついたばかりなのにすげえよな。また嘘がつけるなんて言う。そっか、危ねえ。危うく騙されるとこだった。おお、信じてくれよ。嘘を言うような顔じゃないでしょね。こないだ嘘ついたみたいだけど。助けに行かなきゃ。授業中抜け出しちゃいけないんだぞ。ああ、知らないと。まあ、後で先生に怒られるのはあいつだしな。先生にチクんなよ、お前ら。助けなくてもいいからチクんなよ。おお、やっぱり放っておくない。そうだよね、助けに行こう。誰も信じてくれないなら自分だけで行くしかない。行こう、甘露草原へ。あ、早いな、もうセーブポイント。続きますよ、もちろん。でもなんかリオルが助けてくれんじゃない？こっちだよね、きっと。なんかちょっとアイテムとか買っていこっか。いらっしゃい、こちらカクリオン商店です。道具を買う。お金482円だね。そしたら回復の、あ、いや、これが結構重要だから、プチ復活の種、あとオレンの実を、これ結構重要だよね。何、1個しか買えないのこれ。あー、なそういうことね。行こう。おーい、ピカリン、来ると思ったよ、リオル。はあ、はあ、僕も学校抜けてきた。僕も一緒に行く。ピカリンのことを信じるよ。行こう、甘露草原へ。スボミンを探そう。行きましょう。あとチャンスがあったら連携も試してみようよ。昨日学校で教わったばっかりだし、せっかくだからやってみよう。忘れちゃった、もう連携の仕方。連携ができるようになったぞ。仲間と心を合わせ強力な技を繰り出すんだ。 R ボタンを押して連携する。技を登録しよう。なるほどね。まあなるほどっていうか、まだ分かってないんだけど。お、なんか来たぞ、いきなり。なんだこいつは。キノココ。よし、倒した。倒したのはリオルだけどね。リオルだけどね。あ、こっち行き止まりなんだね。なんか進めねえなと思ったらこっちか。ん？あ、リンゴね。びっくりした。そうそうそう。お腹すいたらこのリンゴを食べるんだよね。これはオーレンの実。うん。拾っていこう。ん？うわうわ、混乱状態だ。なるほど。やばいやばい。ひよこが、ひよこ。ひよこが。お、いいぞ、リオル。この状態で攻撃できるんだね。やれ、やっちまえ。コンパンやっつけろ。レベル上がった。なんか新しい技覚えないかな。ダメだった。さあ、階段発見しました。もうガンガン行こう。あ、そういえばこんなのあったんだ。そうだね。寝てるね。ちょっと起こしてみようか。硬い。メイクル。よし、倒した。うん、なんかすごいのが来たな。エテーボスね。エテーボ、読みづらいな、もう。大丈夫かな。そうか、通常攻撃はほとんど攻撃力がないから技使わないとダメなんでね。よし、倒した。いや、今回のダンジョンは混乱させる敵がいるからね、結構厄介だよ。これはなんだ、
タイプご両親はめる。よし行こう。こっちじゃない、下だ下。リオールがなんかバッテンの状態になってるんですけど、これ一体何なんですかね。ん、隠れもいらっしゃい。あ、そういえばトルネコの不思議のダンジョンでもこんなのあったな。泥棒するとねえらいことになるんだよね、トルネコの不思議のダンジョンの場合は。よし倒した。何買おうかな。リンゴだよね、これ別にいらないな。リンゴは混乱の枝、これにしよっか。180円か。これ泥棒しちゃうとえらいことになるから、やっぱ お金払おうかな。どうしようかな。なんかアリンコが来た。アイアント、まずやられた。どんだけ強えんだよお前は。ちょっとリオル来てもらった方がいいかな。なんでこんな強いの。仲良くしよう。よし倒した。今回不思議のダンジョンやばいかもしんないな。あれ、あ、もういいや、もういらない、もう役に立つのないんだもん。さ、ちょっとこれはちょっと階段急いでいこう。あったようやかった。まあ今回も10回ぐらいまであるんじゃないですかね。ということでまだ3分の1ぐらいしか来てないと思う。しのぎの枝交換しよう。なんかいらないやつ、リングルいらねえやこんなに。しまった、リオールがやられてしまった。これちょっとまずいんじゃないかな。これはちょっとゲームオーバーっぽいな。さすがに一人だとこれ突破できないと思う。レベル9で結構レベルもあんま高くないからな。いけるところまで行くか。さっきねリオールがまずやられてしまって、その後にピカチュウもやられてしまったんですけども、なんか救助をするという項目があったんで、それを選んでみたらこんな感じになったんですけどね。ペリッパートへようこそ。読みづらい、この島では気軽にダンジョンを冒険できるだけでなく、救助や通信までできちゃうんだ。とっても素敵な島だよね。それじゃあまずはペリッパートを冒険するために君を助けてくれるポケモンを紹介しよう。どんなことな、え、どういうことなんだこれは。君がどんなポケモンに会いたいか想像しながら質問に答えてね。どんなタイプの友達が欲しいか。おしゃれで人気者、頼れるリーダータイプ、おっとり癒し系、個性派で面白いタイプ。どうしよっかな。考えたこともなかったな。おしゃれで人気者、頼れるリーダータイプ、おっとり癒し系かな。俺のこと癒してくれ。君が気になる色は赤、オレンジ、黄色、緑、黄緑、水色、青。僕ちっちゃい頃はね、緑が好きだったんですけど、今何色かな。特に好きな色ってないんだけどな。気になる色か。じゃあ今 Nintendo 3DS がレッドなんで、赤色なんで赤にしようかな。友達が好きそうな場所は、あー、もうこれひらがなばっかりで読みづらいな。風が爽やかな場所、水が美味しい場所、ミステリアスな場所、エキゾチックな場所、海と空に囲まれた場所、誰も知らない秘密の場所。これにしよう。海と空に囲まれた場所。一緒に何をしたい。美味しいご飯を作りたいな。世界を冒険だ。やっぱりお宝探し。お茶しておしゃべりして、自然の中でアスレチック、当然勝負だ。お茶がしたい。君がどんなポケモンと相性がいいか分かっちゃった。本当？ペリッパートで君と冒険してくれるポケモンは、あららら、不思議だね。
なんでそうなっちゃうのかよくわかんないけど、なんでそうなっちゃったの？あららら、アチャモとポッチャマまでやってきてくれたぞ。わあ、みんな可愛いポケモンばっかりだね。あ、まあいいでしょう。それではペリッパートを楽しんできてね。うん、操作するポケモンを選んでください。ああ、なんだなんだ、全員で出てきたいんだけど、アチャモで行こうかな。どうしようかな、アチャモで行こうか。ペリッパートっていうのは何なんですかね。おお、なんかすごい、天空の城ラピュタじゃないけど、ペリッパートへようこそ。ここは知る人と知る最後の楽園、究極のリゾートか。なるほど。おや、お客様初めての方ですか。ではこの島の説明をさせてもらいますね。お願いします。この島でできること、それは救助。そう、ピカチュウとリオールがやられちゃったんで助けてあげてください。まず救助。救助とはダンジョンで倒れてしまったポケモンを助けることであります。自分で助けに行くこともできますし、誰かに助けてもらうこともできます。なるほど。救助については私、西野ペリッパーがメールを通じてサポートします。詳しくは西のカウンター、あれカウンターなんだね。あれカウンターなんだ。次に通信。さまざまな通信手段で救助をしたりポケモンを送ることができます。パスワードは QR コードなどなどいろいろあるので、ぜひご利用ください。最後に冒険。この島ではいつでも自由に好きなだけダンジョンの冒険を楽しめます。このペリッパートを冒険するってことかな。私たちの後ろに見えているこのゲートがダンジョンへとつながっておりますので、冒険に行きたくなったらこのゲートから出発してくださいか。あー、なんかポケモンの超不思議のダンジョンっていろいろできるんだね。うん。ちなみにセルフ救助は手続きなしでここから行けますので、お気軽にどうぞ。じゃあちょっと、あ、なんだなんだ、待って待って、どうしたどうした。おいら東のペリッパーだっぺ。読もうよ、読みづらいからもう。なんだこれ、早口言葉みたいな感じになって。東のペリッパーだっぺり、お助けポケモンっていうポケモンを送るサービスを担当しているんだけど、今説明されてもわからないと思うから、詳しくはあれカウンターね。うん、あ、じゃあ助けてもらおうかね。ピカチュウとリオル助けてください。こんにちは、こんにちは。ここではなんで今カタカナだったんだろうね。救助関連のメールとやり取りができますよ。誰かを助けに行く場合はここでメールを受けてから島の奥のゲートへどうぞ。自分で自分を救助するときは手続きなしで奥のゲートへゴーゴー。うん、うん、なるほど。これあれか、もしかしてインターネットを使って別の人に助けてもらうってことなの。メールを送る。それなら助けてメールを選びましょう。どのメールを送りますか。ね、助けて自分で助けろよって感じだけどな。はい、ローカル通信、ローカル通信ってあれだよね、多分インターネットを返してやるやつは多分こっちかな。なんだこのパスワード。これ僕のさ、小さい時にあったドラゴンクエストとかの復活の呪文みたいな。何全然わけわかんないんだけど。そうかそうか。じゃあ助けてもらいたい相手にさっきの QR コードか復活の呪文みたいなやつを送ってあげなきゃいけないのかな。ああ、なるほど。じゃあ自分で助けに行った方がいいよこれは。うわ、アチャも一匹だけで助けられるかな本当に。まあちょっと長くなりそうだから一旦ここでセーブするかな。セーブできるかどうか分かりませんけど。あ、セーブできない、もしかして。うん、これは違うもんな、だって
さて、それではこのメンバーでピカチュウたちの救助向かいたいなと思います。出発。あ、ようやくセーブポイントが来た。ちょっと今回長くなりすぎたんで一旦ここでおしまいにしましょうかね。